見捨てるつもりはないって言われたことですかね。かっこいいですね。ハワイに行ける権利いただきました。飛行機代とホテル代を会社が負担して。どうも、日本一バズってる外国人 TikToker のガプリンです。本日はですね、東大阪の金岡公園ってとこに来てるんですけど、今日行くのはね、ワクワクデイサービス金岡さんっていうとこで、水戸駅から、まあ、徒歩3分ぐらいのとこにあるデイサービスなんで、どんな方がね、いるのかお話聞いていきたいと思います。レッツゴー。株式会社 D キューブの説明とデイサービスの説明をしていただいていいですか。はい、東大阪に3施設、大阪市内に1施設のデイサービスがありまして、ここは東大阪のワクワクデイサービス金岡という10名の小規模のデイサービスになります。ほんま家そのままあるって感じで、第二のお家みたいな。本当にね、早速伺っていってもいいですかね。はい、お話ししていきたいと思います。はい、それではスタッフの方々にも来ていただきました。今日はお願いします。お願いします。まあ、今回はこのカードに書いてる、まあ、質問カードがあるんですけど、この質問カードを引いてもらって、まあ、それに答えてもらう感じでいきたいと思います。いいですか。はい、右隣の人を動物に例えると。小動物タイプ。あ、リスとか。あ、リス、リス。カンガルー。カンガルー。カンガルー。太ってる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 。そりゃそうや、言うっけ。猫とかそんだけ。猫ですか。猫、甘いやつ。あはは、ところに入るのか。なるほど。はい、それで上司に言われて忘れられない一言。見捨てるつもりはないって言われたことですかね。もう絶対見捨てへんって言われたことだと思う。カンガルーじゃないですか。ねえ、カンガルー感出てますね。はい、ここのスタッフはどちらかというと明るいか穏やか。明るい雰囲気を。明るい方ですか。お台場きゅうりはまあ、はっちゃけれるぐらいの方が向いてそう。そうですね。ありがとうございます。これこの職場ならではのいいところ。おお、まあ、ここならではですね。スタッフも利用者さんもこういい人しかいないなって感じます。はい、洗い失敗だ。 お風呂の解除の後に利用者さんの服を前後ろ反対とか。あーなんとか結構、はい、ありましたね。ありますね。働きやすいポイント、寮とかの制度があるんで、はい、あんまりこの辺の遅延がなくても近くに暮らせる。はい、田舎から出てきた子たちは結構寮入って、だって多分何年って決まってるんで、うん、次たら自分でしないといけないっていう。ありがたいポイントですね。そうですね。人材育成とか教育っていうのをすごい大事にしてくれてるので、私も成長するし、部下たちにも教えてあげられるっていう。そのためのものもちゃんと言う。言うだけじゃなくて、ちゃんとチャンスであったりとか。はい。休みの日は何してる？最後言う。体のメンテナンス。整骨院に行って、一日家にいないようにしてます。できる人ですね、なんかね。休みの日なんか家で液体化してますね。家の中におることが多いです。掃除して料理作りだめしたりとか、最近ハマり始めて料理が生えて、だいぶ皆さんのお話結構聞けて、雰囲気はかなり伝わったんじゃないかなと、はい、愛されてる感じもありました。ありがとうございました。ありがとうございました。トモイスタイムズ。松井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。最後、松井さんの方から魅力であったりとかお話があれば伝えてくだされば。会社として社員に賞をいただけたりするんです。で、私も以前いただいて、ハワイに行ける権利っていうのをいただきました。そう、お金とかは飛行機代とハワイのホテル代を会社が負担していただけるっていう。自由、そう、結構な額ですよ、言うても。そうだと思います。ね、はい、かけの2人もね、未経験から始めてますし、すね、はい、新卒からいきなり来てもやっぱ大事にしてくれるし、はい、新卒の人はかなり合ってそうな感じがしますね。そうですね。最後見てくださってる方々とか、まあ、これからね、この求人気になるなと思う方に何かメッセージがあれば。10名のデイサービスなんで、ご利用者様を含めてスタッフみんな家族みたいな感じで働けます。何でもやる仲間がいますので、ぜひ一緒にお待ちしてます。動画の下にあるこのボタンから LINE 友達を追加してくれたら、無料で介護の適職診断を受けられます。他にも LINE 限定でガプリンが取材に行った動画や大阪の新着求人情報を動画でお届けしますので、ぜひお友達になっておいてくださいね。皆さんに合った素敵な職場が見つかりますように。